私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、その成果を持ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。結婚報告も兼ねて集まって食事がしたいってね。誘われた日はちょうど休みだったから、私も参加することにしたんだけど、今日はほんと笑わせてもらったわ。ありがとう。笑わせてもらったっていうか、一方的に笑われてただけなんだけど。だって、なるみがバツイチだって言うから笑っちゃったんだもん。まさか離婚してるとはね。しかもシングルマザーって大変そう。まあ長い人生いろんなことがあるからね。いや、ほんと面白いね。人の離婚話がそんなに面白いの？なるみってさ、学生の時は結構何でもそつなくこなすタイプだったじゃん。だから離婚とかしないタイプだと思ってたの。離婚するのにタイプもクソもないでしょ。まあ浮気するようなクソ男を捕まえたっていう意味では私も見る目がなかったってわけだけど。それが本当に面白いの。は？まさか不倫が原因で離婚してるなんてね。なんかかわいそう。ごめんね、今日はきつくなかった？バツイチなのに私の結婚報告なんて嫌な話だったでしょ？そんなことないよ。今日の食事会の時にも伝えたけど、私も今年再婚予定だし。そうだね、頑張って。再婚予定ってちょっと意味わかんないけど。意味ならわかるでしょ。婚姻届を出す日を決めてるから、その日まではって話で。私だったら愛し合ってたらすぐ結婚したいけどな。だからなるみの気持ち、私はわかんない。ごめんね。まあ、それは私たちの事情だから別にいいけど。バツイチって大変でしょ？バツイチを散々バカにしてきてたけどさ、あなたもバツイチでしょ？そうだよ、バツイチで再婚。私と同じ状況なのに、なんでそんな上から目線で話せるのかが私にはわかんない。だって私もう結婚するじゃん。それに子供は産んでないからシングルマザーでもないし、正直シングルマザーって大変そうで惨めでかわいそうで。どこが惨めだっていうの？何がかわいそうだっていうの？え？あなたの狭い世界のことは知らないけど、勝手な憶測で私のことを寂しい惨めなやつにしないでくれる？だってそうでしょ？旦那がいなくなったってことは大変だろうし、慰謝料もらってるから大変じゃないとかそういう話？でも慰謝料って言ってもさほどもらえないんでしょ？お金のことは心配してない。私も自分で働いてるから。ふーん、なんか結構大手で働いてるらしいよね。うん。けど、私からしたらかわいそうなの。野良猫がいたらかわいそうだな、家で飼われた方がいいのになとか思うでしょ？その人の幸せはその人にしかわかんないんだよ。家猫になりたいそっちの方が楽だっていう猫もいれば、逆に自由気ままに外で生きていくのがって子もいる。外で生きていくためには、いろんな危険や食事の心配とかあるかもしれないけど、そうでしょ？だから絶対的に家猫の方が幸せじゃん。それは猫本人に聞いてみないとわからないこと。だから私の幸せはあなたが決めないで。私の幸せは私が決めるの。はいはい。そうやって強がり言ってるから可愛げないんだよ。バツイチで寂しい、悲しい、結婚羨ましいって正直に言えばいいのに。だから寂しくも悲しくもないし、とにかく今日はたくさん笑わせてくれてありがとう。今日はすごくよく眠れそう。笑いすぎてお腹疲れちゃったもん。あなたみたいな人嫌いだわ。なんで？面白がって笑ってるのはあなた一人だけ。周りはドン引き。笑わせてもらったんじゃなくて、一方的に笑ってるだけだし、本当に不快。今日はみんなと久しぶりに会えたから我慢したけど、次失礼なことを言ったら私帰るから。そんなこと言わないでよ。私の結婚式来てくれるんでしょ？私の結婚式で泣いてハンカチ噛み締めて、キーッとかしないでね。漫画の読みすぎかよ。けどまあ正直な話、自分より不幸そうな人がいると、ちょっと嬉しくなるでしょ？ならない。まだ私よりも下がいるんだ。よかったって思うじゃん。マラソン大会の時に自分より後ろがいるって知ったら嬉しくなるのと一緒で、私はマラソン大会の時に後ろの人を気にしたことない。そうなの？マラソンって自分との戦いでしょ？そんな人の目とかを気にして走ってないから。ああ、なるほどね。ぽいわ。だから周りの目を気にせずに、バツイチでも恥ずかしげもなく入れるんだ。バツイチは恥ずかしくもなんともないって言ってるでしょ？それに、バツイチが恥ずかしいというのなら、あなただって同じ立場なんだし。私は再婚するんだから一緒にしないで。婚姻届を出すまでは私と同じ立場じゃない。だから、結婚が約束されてる私はあなたとは違うの。私も今年再婚予定だって言ったはずだけど。もういい。せっかくたくさん笑わせてもらったのに、そんなつまらない話しないで。いい気持ちで眠れそうだったのに嫌な気分になりそう。散々嫌な気分にされたからお互い様だね。とにかく結婚式で恥ずかしいこと言わないでよ。そもそも参加するかどうかまだ答えてないし、参加したとしても結婚式で変な発言なんかするわけないでしょ。バツイチのなるみにドキドキインタビューとかしたとしても変なこと言わないでよ。結婚式でなんでインタビューの時間があるのよ。なるみの発言を聞いて絶対もう離婚しないぞって思いたいから。喧嘩売ってんの。きゃー怖い。じゃあまたね。はあ、疲れた。結婚式当日。ねえねえ見てよ、このウェディングドレス。めちゃくちゃ綺麗でしょ。このドレスも可愛いし、この化粧も可愛いし、この髪型も可愛い。つまり私が宇宙で一番可愛いってこと。写真を送るのはいいけど、何十枚も送るのやめてくれる？試着した時の写真も送ったの。可愛いでしょ？ああ、そうだね。こんな可愛いお嫁さんをもらえる旦那さんは、本当に幸せ者だよね。私思うもん。私が男だったら自分と結婚したいなって。こんな可愛くて男の気持ちが分かって思いやりがある女なんてそうそういないよ。そうだね。そう思うでしょ？思う思う。なるみには悪いんだけど、ここでサプライズ。何？なんだと思う？予想してみて。ちょっと考えてみてよ。いや、別に興味ないし早く言ってよ。サプライズなんだからちょっと考えてよ。いや、だから興味ないから。なんか冷たい。あ、わかった。私が再婚するからそんなに冷たいんだ。やっぱり気にしてたんだね。私が再婚して一抜けしちゃうこと。そんなに気にしなくてもいいよ。なるみだって次があるある。あなたには何度同じことを言っても頭に入らないみたいだからもういいよ。とにかくサプライズなの。だから何なのよ。言いたいなら早く言って。あのね。私も暇じゃないの。早くして。なるみには嘘の日付と結婚式場を教えてましたドッキリ。は？だから、なるみには嘘の日付と結婚式場を教えてたな。明日結婚式に参加しようとしても私はいないよ。だって今日結婚式するんだもん。私参加しないけど。え？不参加で招待状返したはずだよ。なんで？土日は休みなんでしょ？私にも用事があるから。それに前回会った時のあなたの態度を見て思ったの。あなたのような人の結婚式には参加できないってね。本気で言ってんの？どうせ嘘でしょ。今日は全泊でホテルに泊まってるんでしょ？私今楽しく遊んでるの。何これ？ママ友みんなと朝から公園に来て遊んでるから。どうせこれ過去の写真なんでしょ？リアルタイムじゃないくせに負け惜しみを打つ。よく見てみなよ。何を？隣のママさんが持ってるスマホ、今日の日付でしょ？本当に参加するつもりなかったの？うん。なんで？何度も言ったでしょ理由は。くどい。ちょっと待って、本当に。あなたも結婚式に呼ぶつもりはなかったんだし、何の痛手もないしいいじゃん。そうだけど、私の中では、なんで？どういうこと？って焦っててもらって、結婚をお祝いするために全泊でホテルに泊まってたのに、みたいな。残念だったね。あなたの結婚式には参加する予定はない。それじゃ、ちょっと待ちなさいよ。この際、はっきり言わせてもらうけど迷惑。私の何が気に食わないのか知らないけど、バカにした発言や嘲笑うかのような態度。めちゃくちゃ不快だし、もうあなたと今後関わるつもりはないから。そのひん曲がった性格直さないと、周りから人がいなくなるよ。じゃあね。言うだけ言って逃げないで。こら、おい！ゆりとひまわりとみそらのライン。クズ女。どうしたの？やけにルンルンだね。朝からなるみさんの寝癖を見て幸せな気持ちなんです。なるみさんが寝癖って珍しいよね。写真が200枚増えてしまいました。写真見たけど、全部同じ写真だったよ。何言ってるんですか？違いますよ。角度とか光の当たり具合とか。いや、ほぼ同じ写真を200枚って気が狂ってんのかと思っちゃった。なんですって？ちょっと誰なの？なるみさんの親友のゆりです。同じく親友のひまわりです。なるみの親友？呼び捨てしないでもらえますか？汚い口で。本当は私だってなるみさんのことを呼び捨てにしたいのに、なるみさんのような高貴な方を呼び捨てにするわけにもいかず、それになるみさんのことを呼び捨てになんて絶対ダメ。だって嬉しくて口角が上がって鼻血が出て血圧が上がってしまうもの。よりが呼べないせいで私だって呼べないんだからね。前までは恥ずかしかったけど、もう私は呼べる気がする。ダメですよ。私が呼ばないのにあなたが呼び捨てするなんて許しません。もうめんどくさいの。何か文句がありますか？ございません。わかればよろしい。だから誰なのよ、あんたたち。さっき説明したのにもう忘れてしまったんですか？頭の中スカスカですね。なるみさんの親友でありママ友です。なんでわざわざ LINE してくるの？私結婚式の準備で忙しいんだけど。簡単に説明すると、ゆりはなるみさんのことが大好きなんです。なるみさんのことが好きすぎるあまり、なるみさんに関わった人のことは24時間365日監視。あなたのことも調べ上げているので、何でも知っているんですよ。じゃあ私が結婚式だってことは知ってるでしょ。邪魔しないで。私のなるみさんにあれだけ迷惑をかけておいて、自分は幸せそうに結婚式ですか。ヘドが出ますね。私のことを監視してるっていうのは結婚式も参加してるの？たくさん見ていいわよ。私が幸せになる様を。すごい自信満々だ。ゆりはなるみさんに迷惑をかけた人を離婚させたり、裏の施設に送って拷問したりで有名なんですよ。私は離婚することなんてないし、幸せになることは決まってるの。ああ、実物のゆりを見たことないから舐めてるんだ。結婚してどうぞ。離婚はしないわよ。離婚なんかしなくていいですよ。その男、クズ中のクズなので。え？クズ男なので別にいいですよ。ゆりの調べによると、いろんな女性と関係を持って性病を持ってるみたいですよ。嘘でしょ？本当ですよ。あなたにも映っていると思います。お早めに病院に行くことをお勧めします。その男の浮気癖は治らないのでもう無理です。病気のようなものですから。病気って、マジで？それ以外にも借金があったり、ギャンブルばかりしていたり、ひどいとまではいきませんが、軽いモラハラ気質だったり。知ったような口聞かないでよ。そんなことないから。まあ結婚生活を続けていればわかるのでいいですけど。証拠映像と写真も送っておきますね。何よこれ。結婚式前に何を見せてんのよ。あなたはそれでも離れることができないのでしょ？バツ2になりたくないんですものね。散々離婚してきた友達をバカにしたり、なるみさんに迷惑をかけたり、見栄ばかり張って自慢していたあなたは離婚なんてできるわけありません。それはそうだけど、でもこの男は周りに自信満々に報告したせいで、なおさら離婚できなくなっちゃったんですね。自分で自分の首を絞めるなんて。これがあんたたちの仕返しってやつ？大丈夫よ。お金なら私がこれから管理するし、浮気しないようにこれから私が教育を。お仕置きはこれではありません。ん？これはあくまで事実を伝えただけでお仕置きじゃないんですよ。あなたに行うお仕置きは、永遠に眠れないお仕置きなんていかがですか？永遠に眠れないお仕置き？あなたのようなクズをたくさん集めて一つ呪いをかけました。寝るたびにあなたは同じ夢を見ます。そこには順番待ちの列が並んでおり、後ろから悲鳴が聞こえます。それと同時にアナウンスも流れるんです。血抜き祭り。そのアナウンスが流れると、一番後ろの人が血を抜かれるってことだね。そうです。後ろからは叫び声が聞こえ、またその後はアナウンス。ほじくり祭り。するとまたその次の順番の人が体中をほじくられるってことだね。なんで今の LINE だけで概要分かってんのよ。以心伝心ですから。てか、これどっかの怖い話？あなたは寝るたびにその夢を見て順番がどんどん近づいてきます。後ろを振り返ることはできませんが、順番が近づいてくるのはわかりますよ。だって、悲鳴が着実に近づいてくるんですから。それってめちゃくちゃ怖いよね。なのであなたは早く目覚めないといけません。ですが目覚めた後、また眠りにつくと続きからスタートされます。じゃあできるだけ眠らず、眠ったら早く起きないとってことだね。なんか私そういう怖い話聞いたことあるかも。都市伝説的な。そうですね。もともとは都市伝説の類だったのかもしれません。ですが、今は呪いとして存在していますので。なるみさんに迷惑をかけた人が一気にそこに集められるってわけか。ザコザコホイホイだね。そうですね。なるみさんにやりすぎてはダメだと言われた人たちを複数人集めたので、順番待ちは結構長いと思いますよ。何歳まで生きられるかは知りませんが、頑張ってください。嘘よ。信じない。全部信じないんだから。夢の話も旦那の浮気も何も信じないんだから。睡眠の妨害って結構ストレスだよね。そうですね。精神的に来るものがあります。悪魔の笑い声だ。その後、美空さんはそのまま結婚した。でも結婚式が終わった後に旦那さんに詰め寄ったんだって。どうして浮気をするのか、これは本当なのかって。旦那さんはすぐに認めて、いいじゃん。本命はお前だから、家に帰ってくるからそれでいいだろって呆れちゃうよね。それから二人は喧嘩の毎日。そしてそのすぐ後に発覚したのが、二人とも性病を患っていたこと。それに結構ひどい状態らしくて、旦那さんの方は夜の行為はもうしばらく無理だとか。その後、事故に遭って下半身が動かなくなったとも言ってたの。美空さんの方は毎日発狂してるんだって。眠りたくない、寝たい、眠りたくない、寝たいって。眠らないように眠気が来ると、いきなり自分の顔をビンタしたり、眠らないようにひたすら数字を数えていたり、周りから見たらドン引き。彼女の順番は一体いつ来るのか知らないけど、結構焦ってる感じだから、順番は着実に進んできてるんだろうね。睡眠って結構大事だから、みんなはちゃんと寝てね。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋。そして保護猫カフェからやってきた猫のニエマルと暮らしている、第二子妊娠中の平凡な兼業主婦だよ。今日は近くのママ友からとある相談ラインが来たんだ。なんでも妹夫婦の態度がひどいらしく。だからね、七重、無理だって言ってるでしょ。はあ？なんで？お姉ちゃん、頭悪すぎじゃない？あのね、なんで私たちが一戸建てを七重夫婦に譲らないといけないの？だから交換だってば、ただでよこせって言ってるわけじゃないんだけど。そんなの無理だってば。専業主婦のくせに。専業主婦で何が悪いの？確かに今時は働いているママさんが多いけど、うちは双子だし、とりあえずしばらくは専業主婦の予定だよ。そういうのがダメなんだよな。だからさ、うちと家を交換してってば。私たちが住んでるところ、周りに専業主婦多いし、お姉ちゃんにはうちの方がいいよって勧めてあげてるんだけど。余計なお世話だよ。私は親切心で言ってあげてるんだけど。あのさ、はっきり言って悪いけど、七重のところ、駅からも結構かかるよね。それに狭いし、正直かかったお金が全然違うじゃん。やっぱりお姉ちゃんって頭悪いんだね。子育て世帯向けのニュータウンなんだよ。バスとかもあるし。でもね、引っ越した後に私も夫も出世しちゃったから、まあうちは二人とも優秀な夫婦だから、それならもう少し駅に近い方がいいかなーって。でもお姉ちゃんのところは駅近とか別に関係ないでしょ？だからうちと交換しろって言ってるの。あのね、七重と旦那さんが優秀なことはわかるよ。でもね、だからといって家という大きなものを交換しろなんて、さすがにわがまますぎるでしょ。は？なんで？どこが？私は働いてるんだけど、毎日家でゴロゴロしてるお姉ちゃんとは違うの。専業主婦だからってゴロゴロしてるわけじゃないよ。うちは夫が仕事が忙しいから、家事は私が担当だし、双子もある程度大きくなったけど、まだまだ手がかかるからね。それってお姉ちゃんの能力不足が原因でしょ？どうしてそういう話になるの？とにかくそっちの方が駅に近いんだから家を交換してよ。うちは夫婦で社会のために働いてるんだから、こっちを優先すべき。わからないから。てかさ、お姉ちゃんたち海外旅行に行くんでしょ？この間実家に行ったらママが電話してるの聞いちゃった。だから何？別に。海外旅行中、勝手にうちに来たりしないでよね。どうしようかな。私のママ友梨紗子さんは専業主婦で双子を育てているよ。とても真面目で優しくてさ、本当にいい人なんだ。でも梨紗子さんの妹七重さんは真逆のタイプなんだよ。どうも自分たちの買った家の場所が気に入らなかったみたい。それで梨紗子さんに家を交換しろと迫っているらしいよ。そして梨紗子さんたち家族が海外旅行に行っている間に、案の定妹夫婦がやってきたんだ。いい感じ。お姉ちゃん、そっちはどう？七重、夫も子供たちも大喜びしてるよ。すごく楽しいけど。何？じゃあ、いいよね。何が？駅近で広い家は、うちらエリート妹夫婦が住むべきだから引っ越すね。お姉ちゃんが海外旅行なんて贅沢しに行くから悪いんだよ。ざま。周り見てごらん。何これ？なんかすごい光が、何？懐中電灯か何かこっちに向けられてるんだけど、これどういうこと？やっぱりうちに行ったんだね。私たちが海外旅行に行っている間に家を乗っ取るつもりだったの？私、本当に不思議なんだけど、ナナエ、大企業に勤めてるんだよね。こんな頭でよく働けてるね。どういう意味よ？てか、超眩しいんだけど。ご近所さんたちにお話ししておいたの。海外旅行中に、うちの妹夫婦が家を乗っ取りに来るかもしれない。当然そんなことはできないけど、何をするかわからないから皆さんも気をつけてってね。多分、それでうちのことを見ていてくれたんでしょ？今、ご近所さんたちからたくさん連絡が来てるよ。怪しい二人組が塀を乗り越えようとしてるってね。はぁ？何それ、そっちの方が怪しいじゃん。近所の人間と仲良しとかありえない。何それ、田舎みたい。あ、わかった。お姉ちゃん、近所の人にお金ばらまいてるんでしょ。ナナエ、ご近所さんたちとうまくいってないんじゃないの？は？何が言いたいの？それに、二人とも朝が早いのに、駅から遠いところはちょっとね、大変になるよって、私も夫も言ったでしょ。でもね、選択を間違えてしまったのは、ナナエたちの責任なの。それで私たち家族にまで迷惑をかけるのは間違ってるでしょ。ナナエが勝手に家に入ってきたりしたら、即通報するからね。何よ、意地悪。こうなったら勝手に入ってやるから。というか、入れないと思うけど、うちは防犯かなりしっかりしてるし、それに警備会社とも契約してるからね。何か変なことをしたら、すぐに警備員さんたちが来てくれるんだよ。それに、そんなことしたら、自分たちのキャリアが終わるとか考えないの？正論ばっかり、うるさいわよ！正論ばっかりって、そりゃ、梨紗子さんも言い返したくなるよね。妹夫婦は自称エリートってことでさ、普段から梨紗子さんのことを見下しているみたいなの。エリートなら自分で新しい家を買うなり、どこか契約するなりすれば、と思うのは私だけかな。結局妹夫婦はなんとか梨紗子さんの家に入ろうとしたみたいだけど、ご近所さんがわらわらと集まってきて断念。恥ずかしかったのかな。顔を真っ赤にして帰っていったよ。翌日。水木さん、いろいろとごめんね。うちの妹夫婦が。他のご近所さんたちから聞いたんだけど、結構うるさかったんでしょ？梨紗子さん、こんにちは。海外だとこんばんはかな。私は何もしんどい思いをしてないから大丈夫。梨紗子さんも大変だったね。せっかくの家族揃っての海外旅行中なのに。本当にあの子ったら、うちの妹夫婦ってね、都心でバリバリ働いてるらしいんだけど、おしゃれだからって理由で、遠いニュータウンみたいなところの可愛い家を買っちゃったのよ。ああ、それじゃあ通勤が大変そうだね。そうなの。結構大きいニュータウンだから、朝のバスも電車もすごく混雑するし、片道3時間近いのはきついよね。それに子育て世帯が多くて話も合わないしって、うちの母親にはかなり愚痴を言ってたみたい。こうなることを予想して購入前に少し話をしたんだけど、高卒で頭の悪いお姉ちゃんには何も言われたくない、なんて言われちゃってね。梨紗子さんも大変だね。なんかあの子たち、ご近所さんたちから訴えられてるみたいなのよ。え？そうなの？数日後、梨紗子と七重の LINE。なんで優秀な私が苦労しなきゃいけないのよ。まさかご近所さんから訴えられるだなんて。そういえば七重たち、あの家に引っ越す前にもご近所さんたちと揉めてなかった？うるさい。私たちはエリートなんだよ。たくさん働いてやってるんだから優先されるべきなのに。帰りが遅いんだから深夜に音楽聴いて何が悪いの？私たちが寝てる休日に騒いだ奴らに怒って何が悪いの？なんで七重はそんなに自己中心的なの？だいたいね、子供がうるさいから引っ越せって言って何が悪いのよ。それなら他の人たちも音楽がうるさいから引っ越せ、そう言っていいんじゃないの？はあ？私はね、エリートなの、わかる？でもはっきり言っちゃ悪いけど、七重くらいのレベルの人他にもいるでしょ。は？有名な会社に勤めてるっていうのはわかるんだけど、私の友達にもそういう人はたくさんいるし。嘘だって、地元に一流企業勤めの人間はいないし。そりゃ私たちの地元ってど田舎だし、こっちは都会なんだから違うでしょ。だって頑張っていい会社に入ったんだからそれでいいじゃないの。変に人を見下したりマウントを取ろうとするとさ、逆にナナエの方がなんだか哀れに見えるよ。どうしてそこまで必死になるのかなって。悪かったわね。私はね、就活中に人事の人を口説いて、それで内定取ったんだから。え、そうだったの？私の能力じゃ今の会社になんて入れないこと分かってた。でもいい会社に入っていい男を捕まえれば人生最高だって思ったから、だから人事を口説いたの。で内定もらって入社して、しばらく経った後にうまいこと別れてイケメンと社内恋愛して、これで人生はバラ色だと思ってたのに。ああ、そういうことだったんだ。なのになんでお姉ちゃんの方が幸せそうなの？私たちは借金まみれなのに。え、ちょっと待ってよ。借金まみれってどういうこと？いや、なんでもない。今さら削除しても無駄だよ。なんで2人とも大企業に勤めてるのに借金なんて。しかも借金まみれって。仕方ないじゃん。一流企業で働くのはね、服だってコスメだってお金がかかるんだから。あのね、ナナエは見えっ張りなのよ。は？私のどこが？そりゃ一流企業にお勤めの人たちならそれなりにいいもの持ってるのかもしれないけど、ボーナスのたびにブランド物のバッグを買ったりしてたでしょ。それの何が悪いのよ。いや、借金まみれになってるのに買ってるなら悪いでしょ。お姉ちゃん、専業主婦なんてずるいんだからお金貸してよ。お金をドブに捨てるような趣味はありません。というか散々見下してた私からお金を借りるの？エリートだって騒ぐならプライド見せなさい。だってお姉ちゃん助けてよ。その後、なんと妹夫婦の悪評は会社にまで広がってしまったみたいだよ。ニュータウンの中に同じ業界で働いている人がいたんだって。結局噂が広がりすぎて、もともと嫌われていた妹夫婦は嘲笑の対象になってしまい、もともとプライドの高い2人は会社を辞めてしまったみたい。住宅ローンも払えないので家を手放すことになったし、梨紗子さんが言うには今はそれぞれ住み込みで働いて別居中、離婚の予定なんだってさ。せっかく大企業に入れたのにもったいないね。さて、お腹も大きくなってきたことだし、私の方もいつ生まれてもおかしくないから無理をしないようにしないと。最近にゃにゃ丸もお腹をじーっと見てくるんだ。にゃにゃ丸にもわかるのかな？最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。